小学校で行われた訓練は、5年生の教室に酒に酔った男がいきなり入ってくるという想定です。北小学校では不審者が入ってきた際に校内放送で知らせるようになっていて、放送を聞いた教師らが駆けつけ対応に当たりました。教師はさすまたや教室の机で男を囲み取り押さえました。訓練の後、三島警察署の署員が不審者と適切な間合いを保ったり椅子で防御したりするようアドバイスをしていました。